回はテルコジャパンの社長の愛車を紹介してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いいですね。これ一番のポイントは何ですか？これまずはですね、もうエンジンですね、うん、エンジン、はい、アウディの営業部長になってる。そうなんですよ。もともとねやってました、うん、いやでもなかなかこれね普通選択しないですよ。いやかっこいい好きもんじゃないと S に行かない、うん、行かないですよね。でだって RS のエンジン乗ってんだもん、うん、おっしゃるんですね。おっしゃるんです、はいはい、パワフルですよこのエンジン。これちょっと紹介してください。はい、はい、まあ、まずは何といってもあのエンジンがですね、うん、通常あの S 型このアウディの S シリーズというのは、うん、通常の車からですね少しスポーティーなエンジンを乗せることが多いんですね、うん、でさらにアウディにはその上に RS レンジというのがありまして、はいはい、これはもう本当にレーシングチューンされてるエンジンなんですけども、うん、この S6 はですね先ほどあの土屋さんもおっしゃっていただきましたように RS4 のエンジン、いわゆるレーシングエンジンを積んだ。ちょっと見せてくださいよ。はい、はい、じゃあちょっと、はい、お願いします。いきなりエンジンから紹介するって聞いたことないですよ私。なかなかないですよ、ね、あんまりよくわかんないですねこれ。まあ今の車ってみんなカバーがかかってるから、カバーっちゃってね、これねカバーがあるからなかなかわかんないんですよね。そうですね、はい、あの 2.9 リッター、うん、あの当然の下級機付きターボがあるんですが、うん、それだけではなくてですね、これ48ボルトのマイルドハイブリッド、さらにスーパーチャージャー入れてて、はい、もうてんこ盛りなんです、うん、ですからあのよくあの下級機付きのエンジンで、うん、あのターボラグが出たりとか、うん、低速トルクに問題があるとかっていうのがありますけども、はい、そこをあのマイルドハイブリッドで補っている。ですからもう低速からトルクがバリバリでですね、トルクがまず600ニュートンメーターありますから、うん、トルクはもう太いですね。どうぞ、いいですか？いや、めっちゃいいでしょ。めちゃくちゃいいですよ、ね、ハイブリッドだから、うん、トルクあるじゃないですか、うん、そこに来てスーパーチャージャー、プラストルクですよ。うお、テリーさん、はい、下に S って映るんですけど、これそれ普通ですよ、今。嘘、はい、だってミリもなるよ、はい、なる、うん、これちょっと、なんかちょっとね、はい、家のね車庫なんか入れた時、暗い時そこだけで、そうですね、ちょっとみんなね、助かりますね。いいんですよ。あ、そう、ね、室内はね、うん、至ってシンプル、すごいスッキリしてますよね。スッキリしてますね、うん、ちょっとエンジンかけてみてください。いい音、いい音、気持ちいい音だ、いい音、はい、あ、いい音だ。なんか音がすごいね、レーシングカーみたいな、なんか、そうですね、ね、ちょっとね、そう、画面も非常にシンプルな構成の2画面構成、ね、見やすい、はい、さらにあのインパネにもですね、うん、あの今ご覧いただいているようにナビゲーションが入る、ね、2つ出るんですよね、はい、あ、これはいい、目線をここに映さなくていい、あ、ね、危なくないですよね、そう、前向いたままこう、うん、地図を終えるから、シートのここの部分がちょっとで出てるからホールド感がね、すごくいいですよね。ホールド感いいですよ。これ疲れないな、こんなんで京都行きたいな、ね、可愛い女の子と、うん、ね、綺麗な車ですね、うん、それがまた RS になると少しスパルタになって、うん、疲れる、あの硬くなりますから、そうだよね、あんまりやっぱりあの家族でキャンプに行くにはこういうあの、まあ、何ですか、あの昔からあの言いましたあの典型的なあの羊の皮をかぶった狼みたいな、あの外装は普通のロックのまま、エンジンパワーが非常にある。これでさ、キャンプ行くってどんなリッチなの、おしゃれおしゃれね、え、普通ワゴンあるですよ、まあまあまあだけどこれで来たらおしゃれじゃない、おしゃれだよね、いいなこれ、へえ、これ向こうはフルフラットですか？なりますね、倒していただければフルフラットに、フルフラット、はい、うわー広い、いやだから2人で旅行に行くんだったらもうシート倒しちゃって、うん、荷物いっぱい詰める、やっぱりこう傾斜をつけますから、うん、荷室が小さくなるんですが、うん、そこをですねここに大きなギャップを取ってこう、なるほど、懐が深いんですね、あー本当だ、だからあのキャンプ道具ここじゃなくてですねここまで詰めるんですよ、あ、すごい、うん、ガラスがオフセットしてる、はい、こう奥にね、はい、うわ、これすごい、スタイリングを崩さない、見た目はかっこいいんだけど、はい、実質的なものも対応してるんだ、おっしゃるとおりです、だよね、よく考えてる、僕ね、アウディに乗ってる時って3年ぐらい経つとここのところに鱗ができるじゃないですか、あ、はい、鱗、ここはね、はい、ここはね、鱗みたいになって、うん、意外となんか
縞模様になっちゃうんですよ。あ、そう。あれやっぱり実はね、ヨーロッパ車っていうのはね、意外となんか、ね、結構、日本車じゃないんですよ、うん、あれはどう？そうですね、やっぱりあの外車にはちょっとそういう特徴がありますので、はいね、私も実はこれ新車の時にですね、こうコーティング加工をかけてます、はい、なるほど、はい、そこで大事ですよね。おすすめです。ここがね、今これ新車だから今こう、はい、こう白くこうなって、うん、雨のね、うん、なっちゃうね、先にやっておくといいんですね、うん、はい、これものすごく大切なことですよね。これもアウディに限らずやはりどうしても輸入車はですね、うん、そういう処理が、はい、ちょっとしたケアが必要になりますね。これはもうこれ標準の、はい、これ何20インチ、はい、20ですか、ね、でブレーキがでかい、でかい、ローターとキャリパーがでかい。わ、後ろも、ま、後ろどうですか。後ろ品がいいですね。品がいいです。テリーさん乗ってみましょう。後ろも、はい、乗ります。あ、深い、うん、深い深い。あ、これ長距離いける。あ、はい、うん、疲れない。深いですね。あ、疲れない。これドイツ車のあの型がね、ちょうどよくて、うん、でもそんなにあのベンツほど硬くないかな、これ。ない。そうですね、うん、あの長距離乗っても疲れない程よい硬さだと思います、うん、すね、はい、これで家族3人、うん、今家族3人です。後ろはもう娘の専用シートが、うん、そうですね、お嬢さんに乗って、うん、そうだよね。この後ろにね、そのまあ、キャンプ道具で、うん、いいじゃないですか、テリーさん。いや、いいですよ。おしゃれじゃないですか。おしゃれしてきますよ、これ、これ本当ぜひおすすめしたいのは、うん、本当にこの RS のエンジンを積む、うん、S に積むというケース、まれなんですね、うん、ですからもうぜひあの RS4 と同じパフォーマンスをより余力のあるこのボディでですね、楽しんでいただける唯一の車だと思いますので、もう今はこの車、一押しです。あ、はい、アウディからお金もらってんの？いや、なんかね、何それ、なんか、なんかこの営業トーク怪しいんだよな、これが。私が惚れ込んで買った一台ですからいや、だけど本当にいいですよね、いい車、うん、おすすめですよ、レイラさん。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。